ずれたまた。あ、いいんじゃない？こっち行きますよ。はい、お願いします。3、2、1。FM ギノワンのラジオを聞きの皆さん、こんばんは。こんばんは。メンヘラジオのお時間がやってまいりました。この番組は精神科病院の入院中に出会い、精神科病棟で愛を育んだギャンブル依存症の中村健太と解離性障害の中村夏実の夫婦でお送りするメンヘラのメンヘラによるメンヘラのためのラジオ番組でございます。夜お薬を飲んだはいいが、なかなか寝つけず、このラジオを聞いているメンヘラさん、寂しくて不安で、その気持ちを紛らわせるためにこのラジオを聞いているメンヘラさん、私たち2人が疑問、質問、お悩み相談、何でも受け付けます。健太さんの広く浅い知識と夏実のその場の思いつきで、いろんな角度からお答えいたします。はい、もちろんメンヘラじゃないリスナーさんからのご連絡もお待ちしております。メールアドレスの方を夏実さん、はい、メンヘラ103@gmail.com、 ローマ字でメンヘラ、数字で103@gmail.com までよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、本日7月17日月曜日お腹が鳴りました。いや、そうなの、はい、朝ごはん食べてませんからね。はい、はい、海の日かな、祝日。うん、海の日だと思う、うん、が第43回の収録となっております。はい、はい、本日、先週もねお話しした通り、うん、本日が夏実さんの誕生日ということで、収録日のね誕生日だ、はい、39歳の誕生日おめでとうございます。はい、39歳になりました。はい、39歳中村夏実まだ愛用が上手の段階であります。首も座っておりません。それはなんか精神的な意味で、精神的首座っていませんそっかそっか。まあでもね、これを聞いている皆さんはね、本放送で聞いている皆さんは1週間後、7月24日かな、うん、日曜日じゃない、月曜日に聞いていただいていると思うんですけれども、うん、はい、7月ももう後半に入ってきまして、うん、そうだね、後半に入って、あ、後回しにしてたこと思い出してしまった今。なんで？いや、なんでもない。言えないこと、そうラジオで言えないことをあの今思い出してしまったって口にしちゃうの？しちゃった。リスナーさん気になるけどね。気になるね。ああ、いや、連絡するよねって言ったっきり、7月に入ったら連絡するよねって言ったっきり、うん、待たせてる友達がいるんです。あ、そうなの？そうなんです。まあ、ラジオで言うことでもなかったな。 あえてな。ああ、そっかそっか。まあでも、そうしたらもう後半に入ってるんだから早く連絡してあげないと。そうや、うん、連絡せな。うん、2023年か今、うん、2023年ももう後半に入ってきたっていうことでね、うん、まあ暑い日が続いてて、雨降ったりやんだりも続いてますけど、そうだね、はい、今日も、短いお時間でありますが、はい、最後までお付き合いのほどどうぞよろしくお願いいたします。メンヘラトーク、トーク、はい、このコーナーはタイトルそのまま、私たちメンヘラ2人がテーマに沿って、うん、時にはテーマから脱線しつつ、うん、いろんなことをお話しするコーナーでございます。はい、メッセージもツイキャスもどんどんお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。で、本日のテーマなんですけれども、本日のテーマ、うん、先々週の収録、うん、まあ放送、うん、センスまあ前回もね、もうあったように、うん、今日もね、でちょっと急遽、うん、午前中の、うん、いつもはね夜収録させてもらってるんですけれども、うん、午前中の収録をさせてもらってて、うん、
皆さんにね、なんか今日はどのテーマで話しますので、なんかメッセージお願いしますみたいなのをね、事前にいつも連絡するんですけれども、うん、それをちょっと怠ってしまいまして、はい、満足に通知というか、うん、ツイッター等で告知できないまま、今回、今日を迎えたという収録に挑んでるわけですけれども、まあ、もともと話そうとしてた、内容が、食べ放題。食べ放題。はい、テーマ、食べ放題。まあ好きなね食べ放題いろいろ種類あるさね、まあ思いつく限りでも、まあ、焼肉とかがねやっぱ主流というかになるんだけれども、焼肉食べ放題もいいですね、あるいはホテルのねランチバイキングディナーのバイキングとか、まあしゃぶしゃぶも食べ放題ありますし、焼肉の食べ放題にしてもね、どこのにあるなんていうお店の食べ放題おすすめです、みたいなのがあったらね、ぜひちょっと聞いてみたいなと思って、どんな食べ放題が好きなのか、どこどこに行って美味しかったよっていう情報だったり、そういうのをちょっとお伺いできれば教えてほしいなと思っています。ということで、はい、食べ放題、まあ、告知としてはね、今日直前にね、この収録の直前に、ツイッターでポンってね投げかけたところね、もうありがたいことにいつもう急なね、告知にもかかわらず、メッセージ食べ放題というテーマに対していただけましたので、はい、ご紹介させていただきたいと思います。お願いします。はい、ケンタさん、夏美さん、こんばんは。こんばんは。それともこんにちは。こんにちは。おはよう。おはようかもね。はい、メンヘラネーム自律神経出張中、略して出張さんです。出張さん、久しぶりです。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、最近の暑さにバテバテで自律神経が海外出張しております。海外まで行っちゃった。パスポート持ってんのかね。テーマ、食べ放題。お金を気にせず食べられるなら、回らないお寿司屋さんで食べ放題してみたいですね。あ、そうね。セルフ食べ放題みたいなことだね。お店に行ってね、回らないお寿司屋さんの本マグロ赤身、ウニ軍艦、卵焼き、イカ、サンマ、エビ、イワシ、シメサバ、コハダ、鉄火巻き、いいね、ハマチ、おい、ホッケ、よし来たとか、なんかいっぱい食べてみたいです。サーモンは？サーモンは入ってない。サーモンは回らないお寿司屋さんはサーモン出てこないっていう話もあるよ。そうなの？うん、こだわってるところではね、回らないお寿司屋さん、そうなの？はい、宝くじでも当たらないかな。うん、お腹すいちゃいますね。ではでは、とのことです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。お腹すいちゃいましたね。朝ごはん食べずに俺たちもね急遽望んでる部分あるからね。そうね、まあでもそうね、お店がね、お店の方が、うち食べ放題やってますよっていうね、大人何千円、子供何千円みたいなさ、ああやって歌ってなくても、そうね、お金さえあれば、出張さんが言うようにお金さえあればセルフで食べ放題ができるかもしれない、さっきから気になってたんだけど、セルフってどういう意味？要はあれでしょ、だからお店が設定してなくても自分でお金気にしないで、あれマグロとかそれこそハマチとかホッケとかって言ってやってたら食べ放題ができるっていう、 あれだと思った。お金回って、あ、違う、お金回ってない、え、寿司が回ってない寿司屋で、そうそうそう、セルフって言ったから、ってなったんだよ。回ってない寿司屋で食べ放題って言ったら、何でも頼んだら、へい、お待ちって、こう、握ってくれるってこと？そうそう、だから。このお店で食べたいっていう意味だよね。理解力に乏しいな。ちょっと待って。私か。だからセルフで食べ放題してるっていう、そういうことね。はい。そういうことですよ。まだ分かってないから大丈夫ですか？分かってない。そうでしょ、待って。後でじゃあちゃんと説明してあげます。絵に描いて教えて。いや、絵がたくさんなんだよ。はい。では、夏美さん、何か食べ放題のエピソードありますか？ちなみに夏美さんは何の食べ放題が好きなの？食べ放題、何の食べ放題が好きか。まあね、沖縄だとやっぱり、まあ多いのは焼肉かな。ローストポークの食べ放題がいい。ローストポークの食べ放題を食べたい。うん。
まあ最近夏美さんね、あの某三栄で売られているローストポークサラダかな、うん、が大のお気に入りでね、うんうん、なんか最近食べるたんびに私の最後の晩餐はこれでいいとか言ってますけどね、うんうん、ローストポークの普通ね最後の晩餐に選びそうなのなんか母親の手作りだったりとか本当になんかねお店で食べるものとかありそうなんだけど、でもほらあるあるじゃん、母親のさ、うん、手作りとかはさ、うんうん、もう前日に食べれるし、その前日にも設定して食べれるし、なんていうの、いや言ってることがよくわからない前日に食べれるし前日に設定して食べれるってどういうこと、言って作ってくれるじゃん、だから、うん、ローストポークも3円に高いよローストポークはない時があるんじゃない、うん、いや3円回ればあるよ、3円には絶対あるの、あると思うよ、それこそまあ売り切れてなければっていうところはあるけど、あまあそうだね、うんうんうん、あでもぜあじゃあお母さんの料理とローストポークが食べたいんでしょあそれでいいかもね、うん、はいはい、まあ夏美さんがね昨日ねうん、今ピポピポってなってるLINE です収録中はできれば、ね、サイレントにしてほしいんだけど、そうだねそうだね、おいサイレントにせえ言うとるやろか、連続できたあ消えちゃった、で何だっけ、何しようと思った、 何の話をしたか忘れたでしょ、いやだから昨日夏美さんのね誕生日、うん、前夜祭、ね、当日祭、高野祭ってやるんですよ、そうなの、やりたいんですよ気持ち的には、あまあじゃあ前夜祭としてなのかな、そしたらそう16日の日曜日にね、うん、昨日は、EM ウェルネスかな、うん、北中の方にある、うん、ホテルの、うんうん、北中リゾートっていうレストランの方で、うん、ランチバイキングを楽しんできて、うんそうそうそう、うん、だから今日食べ放題なのテーマが、テーマがね、はいはいはい、それで食べ放題ね、ランチバイキングを行ってきたわけなんですけれども、その話をもうしていいの、いいよどうぞ、ね、はい、もうね、うん、美味しかった、美味しかったよ、うんうん、美味しかったんだけど ね、うん、私たちね、自分たちがね年を取った38歳の人間だと忘れてた、そうね本当にね、20代10代の10代20代の頃みたいにさ、うい手当たり次第取ってみたものの、うん、いざ口にしていったら入らないし、うん、胃にね、なんかで当時食べれてたものがなんか重っみたいになって、ね、そう重かったでもまあお皿に乗せた以上は食べなければいけない、そうよ、うん、でまたね一回ワンターンなんていうの、一回行ってやっぱ戻ってきて、うん、もう一回行くのがなんかバイキングの醍醐味みたいなところあるじゃん、そうそうそう、そうだね、そうだね、いっぱいさ並んでるわけだしさ、それこそみたいなところあるからね、そうそうそう、だからねまた取りに行くんですけれどもね、うん、でもちろんデザートもあるし、うん、あるね、フルーツとかもあったよ、そうそう、で取ったデザートがまたガトーショコラ、うん、あれがマジちょっとね苦しかったねケンタさんさ間違ってさガトーショコラさ2つ取ってきてんのよ、くっついてるよ、くっついてあれでなんか大きいな、大きいガトーショコラと思って取ったんだと思うけど、ね、半分だったね本当はね、そうそうそう、1個がね、そう、それで食べ終わった後ねもう本当に2人してなんか、うん、うってなりながらね、ここまでここまでさ食べ物詰めてさここまでってのはYouTube 上でしか分からない、なんか口でうまく口で顎まで顎下の普通だけど顎下ボブぐらいかな顎下まで食べ物をぎゅうぎゅうに詰めて帰ってきましたね、でその後何か一応ちょっと用事が少しあったんだけれども、うん、キャンセルしてね急遽ね、そうキャンセルして我々はもう本当に1ミリも動けないと、もう1ミリも動けない、動けないし動きたくないと、そうそう、お家3階にあるんだけどそこに上がれるのももうね、うん、ちょっとご遠慮願いたいくらい、ね、そう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 最後まで誰かおぶってとか言ってたおぶれるかって本当に、ほんでお家帰ってねもう昨日はちょっと2人してダウンしてたね、そうダウンした、本当に何美味しいご飯食べに行って具合悪くなって帰ってくるってどういうことみたいなそうそうそう、だから思い知ったよね本当に、
若い頃のさ感覚で、うんうん、まあ何でもそうだけどさ、うん、運動する時もそうかもしれないけど、ね、あのいつまでも若い頃の感覚のままで運動したり、うんまあ、バイキングもね食べるものも何かあれ構わずさ、うんうんうん、取って食べると結構胃に負担がくるみたいなね、うん、そうね体は本当に30そうそう体に負担がくる9歳38歳そうそうそう9歳だからね本当そうなのよ精神年齢はねいつまでもまだね全然ねなんていうのかな10代20代くらいあんまり考えてない、うんうん、ベイベイベイ感覚なんだけどやっぱり体はねそれなりに年を置いていってるんだよねそうなのついていけなかったんですよ体が、うん、もう夏美さん39になって来年にはね40に俺たちそれぞれなりますからねうんから40代楽しみあ楽しみって言えるんだすごいね楽しみ、うんうん、だってもう言い訳も聞かない年だよまあ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 ど肌がなんかどういうこと、まあ、39もあれだけど、うん、もうなんか39になったのは、うん、30歳に上がった時のおまけって思ってるようなもんで40歳になったらお前もう人間としていよいよ言い訳聞かねえぞこの野郎みたいなそっから本気出さないといけない どういう言い訳よまあようわからんけど私まだ若いんでってことが言えなくなるでしょまあ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 ねまだねそうだよ40になったばっかりだからねってならないさ30になったばっかりの頃は31、32までは保険が効く あそうさまあそうまた30代だもう前までは20代だったんだもんねとか言われちゃったりとかさ、はいはいはい、できるけどねうんうん、うん、まあ40代言い訳が聞かない年らしいです、はい、でもガンガン言い訳して生きていこうと思っていますどうなっとんねん、はい、では、はい、ここから楽曲紹介のコーナーに入っていきたいと思います Yes、はい本日紹介しますのは、うん15歳と大森聖子で、うん、負けいべ実況プレイ はい、よいしょやっぱ午前中はねあれかもね、うん、向こうを使ってたりするエースター使ってたりするからなかなか、うん、それに今日告知もねままならないまま、まあ、急遽だったからツイキャスの方はツイキャスがもう完全に過疎化してるな過疎化してるなああこれあれでしょこれは誰も来てないっていうことだねそうだよね多分ねなんか、うん、こっちに数字が出る数字出るもんね人数みたいなのねそうなんそうなん、うんまあ、まあいっかまあいっかだよ、うんうん、そんな日もあるさ、まあ、いっか思い出したんだけどツイキャスの残ってるさ、うん、先週の動画が多分公開にしないと消えちゃう、うん、あそうだね、忘れないように後で公開にしよううん、そうだね、うん、で本当にねバイキング美味しかったけどね美味しかったよ、うん、食べ方をちょっと改めないといけないなっていうのはそうそうそう身に染みて何が美味しかったあなたそうめんああ俺はねやお魚かなサバあサバも美味しかった、うん、サバが結構お気に入りサバも美味しかったし骨付きのスペアリブとかもあったんだけどスペアリブも美味しかったね美味しかったけど食べにくかったねやっぱり骨付きだからこうやってなんかかじりつくわけなんだけどかじりついてたね、うん、そうだねお箸ではちょっと取れなかったあとサラダうまかったよ、うん、ドレッシングもね4種類5種類あってねうんサラダもうちょい食べればよかったなってなんか普段のなかなかな野菜取れないからね野菜が高いからねうんだからなんかちょっとお野菜とかそういうなんか健康志向な方にちょっとシフトしていくというかさちょっとあっさり、うん、胃に優しいものを食べるみたいなのにさ、うん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 、甘いのにしても、うん、あのムースみたいなのあったさうんあった充実してたよムースはムースがやっぱいいなケーキはちょっとなんかケーキガトーショコラは俺もう食べれないのかもしれないあ重いのの代表さガトーショコラってだからさケーキの中でもね大変だったティラミスでもちょっと食べたかったなティラミスあったんだけどティラミスが食べれなかったんだよガトーのおかげであーそっかそっか夏美さんはティラミスがまあ少し苦手あんまり好きではないから、うん、ティラミスは良かったけど、うん、ガトーショコラ重くってでもムース軽くって食べやすくってムースばっかり6個ぐらい食べましたそうだったねまあでもちっちゃいムースね本当にこんな、うん、なんていうのかな、OK って自分でねやったらそれぐらいの器うんそうメガネのレンズぐらいなんてこれぐらいの器メガネのレンズぐらいなんですけど、ねうんうん、それぐらいの器にちっちゃく可愛く盛られてて、うん、
美味しかった。美味しかった。いい誕生日になりました。誕生日前夜祭。うん、あれホテルの名前何だったっけ ？EMLNS。なんか別に名前あったよな。なんか漢字が書いてあって。ただだったかね、レストランの名前覚えてるの。北中ガーデン。北中ガーデン。うん、北中の高速から出て、うんうんうん、降りていってみたいななんかあったんだけど、うん、あっちのホテルね実は泊まりに行ったこともあるんですよ。あ、行ってたね、お友達と一緒に、ね、お友達と泊まりに行ったってね。そうそうそう、うんうん、あ、いつの間にか終わってますね。いつの間にか終わった。終わった、ね、はい。お聞きいただいたのは、うん、17歳と大森聖子で、うん、負けイベ実況プレイでした、うん、はい。こちらの楽曲がですね、テレビアニメ、はい、出会って5秒でバトルのエンディング曲として使われていた楽曲で、うん、まあ俺はこのアニメは時代は見てないんだけど、ケンタさん、まあアニメ好きだけどね、アニメ好きだよね。アニメオタクというよりはどちらかというとアニソンオタクっていう感じではあるんで、うん、だから見てないけどアニソンは聞くみたいなさ、うんうんうん、なんかちょっと変なところあるんだよね。そうなんだ。そうそうそう。でも比較的はなんていうのかな、かっこいいエンディング、面白いなと思ったオープニング、うん、いい曲だなと思ったものは、うん、広く薄くはでも知ってはいるんでしょ、アニメも。うん、そう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 、広く浅くな、なんかまあ薄くでもいいのかもしれない。ごめんごめんごめん。ああ、ごめんなさい、なんか、いや大丈夫ですよ。エンディング、はい、エンディング、そうですね。よろしくお願いいたします。いや、食べ放題の話楽しかったな。はい、メンヘラジオエンディングでございます。はい、エンディングでございます。はい、今日はいつもはね、なんかちょろっと台本みたいなの用意しながらやってるんですけれども、うん、今日はね、ケンタさんがというか急遽ね、うん、午前中収録にしたっていうことになって、なんかそういったちょっとした台本みたいなのとかも用意しませんでしたし、うん、テーマもの方もね、なんか募集するのが遅くなったっていうか、うん、そういうのもあって、なかなか皆さんからのメールを いただく余地がなかったというか、うん、だからちょっと喋ることもねままならない感じではあるんですけれど、元気大丈夫、元気してる、うん、元気で、来週のテーマとかはね、どうしようかなっていつも考えるんですけれどもね、うん、うん、来週、どうしようかないつもこのやつで、来週はね、なんていうのかな、お家で考えるときってどうしようかなしてるんだけどね。そうそうそう、うん、まあ先週も言いましたけども、もしね何か僕たちに話してほしいテーマ、このことについてちょっと聞いてみたいとか、あとはまあ僕らのねプライベートな部分でももちろんいいですし、うん、ありましたらぜひ、はい、メンヘラ的、テーマとか思いついたのがあれば、うん、ぜひツイッターなど、ツイッターなど、まあ、メールアドレスの方で、ね、DM などね、DM、ツイッター DM、メールアドレスの方へのメッセージ等、はい、はい、お待ちしておりますので、はい、はい、ぜひよろしくお願いいたします。お願いします。うん、で今日ね、俺収録でしているヘッドホンがね、うんうん、何？今多分裏の方でね、うん、あのエンディングで使われているレオナさんのナイナイが流れてると思うんだけど、流れてる。ケンタさんもう本当にこんなぐらい、もう薄くしか聞こえないのよ、蚊が鳴くような。そうそうそう、だからちょっと大きくしてもいいんじゃない。じゃあ、本当でも大きくしたら、これなんかヘッドホンの不具合というか、うん、あれで実際になんか本放送とかでやったらね、すごい大きくなってるっていう可能性ないかな。じゃあこれ上にしとこうか。だからいや、とはいえさ、聞こえないからさ、うん、どのタイミングでこう、じゃあちょっと上げた方がいいよ君は何がしたいんだって思ってるんだよ。
今ちょっと不安になったんで。あ、そっかそっか。ありがとう、はい、不安を打ち明けてくれてありがとう。あ、今年はね、あのね、夏美で39歳になったからね、サンキューってことでいろんな人に覚悟して、あ、覚悟じゃない、感謝して回って行って回ります。覚悟して。覚悟して。覚悟して感謝して回る。覚悟して感謝して回る。いろんな人にありがとうっていう。いや、感謝はあの39歳だからとか40だからとか、うん、じゃなくて毎年やってください、ね、そうですね、はい、口に出すというね、感謝を口に出す、それはだから毎年やってください、ね、はい、どうないやね、人としてね、はい、うん、ちょっとできるだけ意識してやってほしいところであるんですけど、分かった、うん、ね、39歳の抱負とか聞いちゃう、あ、お願いします。だから今の感謝するをちょっと別のに変えてください、うん、もっとが素直に、私は素直に生きたいですね。これ以上に素直にやっていくの、まあまあいいとは思うけど、うん、なっちゃんもわりかし素直な方よ。あ、そう、うん、じゃあ他人行儀、あ、どうぞ。よくわからないね、他人行儀って ね、 意味ね。いや、もうあのエンディング入ってるんで、はい、本日も、ありがとうございました。ありがとうございました、はい、じゃあ、お薬飲んで、お薬飲んで寝ろ、なんでなんで、いや、だから聞こえなかったのよ。あ、そうなの、聞こえないわけよ。だから、あげろって言ったやんか。いや、あげたら、前あったのよ、本放送で。は、あ、音量が長くなってるみたいな。あ、俺押したよ。あ、ほんと？本放送で大きくなるみたいなのがなって、あったから。そうそう、あったから。あ、じゃあ、それは何、なっちゃんこれを読めばよかったわけってこと。そうそうそう、本当はね、うん、してほしかったから言ったの。伝わらないな。聞こえないからやってねっていう。じゃあやってねって言ったらよかった、伝わらなかった、ごめんなさいね。皆さん、はい、ありがとうございました、はい、お疲れ様です、はい、配信終了です、はい。